トラヒーローズエキスポ2021ニューイヤーフェスティバル in 東京ドームシティバトルステージが DVD 化。地球に帰ってきたハルキとウルトラマン Z の新たな物語が始まる。みんなの応援で奇跡を起こせ。大迫力のステージをお家で何度も楽しもう。アフタートークも収録。ウルトラヒーローズエキスポ2021バトルステージ DVD 好評発売中。未来を築く希望の光、ウルトラマンタリガー。みんなを笑顔にしたい。それが僕の夢見る未来です。ナースデス星号発進。皆さん、極上だ。とうとうこの時が来たのか。ウルトラマントリガーニュージェネレーションティガ、毎週土曜朝9時。東京西部には連続3日目の高化学スモッグ注意報が出されております。政府は本格的に乗用車の交通規制について専門家の意見を取り入れる用意のあることを表明いたしました。地球人に次ぐウルトラマンエースを渡せ。さもなくばこの世の地獄を見せてやるぞ。我らは宇宙で一番強い生き物、ヒッポリト星人だ。まず風地獄を見よう。今まで出会ったこともないような恐ろしい敵だ。確かな情報によれば身長200メートルあるとのことだ。いいか、これだけは忘れるな。無理な行動は一切許さんぞ。はい、はい、よし、山中吉村タックスペース1号。はい、はい、北斗南はタックスペース2号。はい、他の者は私と一緒にファルコンに乗る。はい、以上、出動だ。はい、はい、はい。現場上空付近の視界が十分でない。接触事故に注意せよ。ちくしょう、ひでえことになってたな。ナムアミダブツ。誠司さん、タックは勝てるのかしら。わからん。人間の持てる最高の科学を使って攻撃するんだ。それでダメなときはどんなことをしてもダメさ。やってみなければわからん。開始。はい、はい。一番強いタックか。次はウルトラマンエースの出番だな。
ウルトラマンエースを出せ。俺様がエースをやっつけるところを見せてやる。ゼージさん、なんというやつだ。エースの引き渡しを要求してる。このままじゃタックは全滅してしまうわ。ユウコ行くぞ。奴に俺たちの強さを見せてやるんだ。おい北斗、やめるんだ。やめないか。北斗隊員、やめるのよ。ダメは見た道。エースになってはいけない。お前たちに勝てる相手ではない。誠司さん、指輪が光らない。畜生、どうしたんだ。ユコ、誠司さん、北斗南、どうだ地球人諸君、君たちの科学でこの謎は解けまい。約束をしてもらおう。今度俺が現れる時、エースを渡してもらおう。その時こそこうなるのだ。何言うな。北斗、私の命令が聞けないのか。すいません。命令違反は絶対許せん。人間の命は一つしかないんだぞ。はい隊長。しかし北斗隊員のおかげで聖人の秘密が一つ分かったんです。そうです。聖人の体が雲のように通り抜けられるのが分かったのは北斗のおかげです。君たち、北斗と南は無事だったからそう言える。血を進め。はい、はい。北斗、君たちは北の方を調べろ。私たちは南を調べる。はい。ユーコ、さっき俺はエースになってはいけないという声を聞いた。誠司さんも、私もその声を聞いたわ。君もか。一体誰が俺たちにあんなことを言ったんだ。もしかしたら私たちもエースになれないのかも。バカな。じゃあ一体誰が地球のピンチを救うんだ。誠司さん、あれを。事故かな。人の影が見えるわ。よし、降りてみよう。あまり動かさないで。鳥獣が谷間に立っていた。鳥獣が？これを子供にヒロシに渡してください。誕生日のお土産です。誠司さん。鳥獣が首をもいでしまった。運転手さん、しっかり、しっかりするんだ。運転手さん、子供に届けてください。きっと人形は届けてあげますよ。地球、鳥獣の休め。待てよ。さっきの精神とここにいた鳥獣というのは同じものじゃないかな。でも証拠も何もないのよ。エースの首が切れたのは決して偶然なんかじゃない。俺はこの運転手さんの証言を信じる。じゃあ証拠を探さなくちゃ。鳥獣にぶつかったと言ったな。それなら自動車のどっかにその印があるはずだ。あった。
球人の諸君、私ゾフィーからこちらもおすすめしよう。ダイゴ！ただいま。新たなウルトラマンブームを巻き起こしたウルトラマンティガがついにつぶらやイマジネーションで配信スタート。なぜティガは私たちを助けてくれるんだろう。君は何のためにティガになるのかな。僕は自分のできることをする。僕にできること、人としてできること。ウルトラマンティガ独占配信。他にもウルトラマンシリーズが見放題。つぶらやイマジネーション。これは興味深い情報だったな。ぜひチェックしてくれ。今明かされるウルトラマン Z の物語。宇宙警備隊員としての初任務、ジードとの出会い、大切な仲間たちとの絆、力を合わせて悪の陰謀に立ち向かえ。ハルキとリクの活躍も必見だ。ウルトラヒーローズエキスポザライブウルトラマン Z DVD 好評発売中。お待たせしました。北斗隊の持ってきた肉片は鳥獣の細胞のように思います。やはり運転手さんの言ったこと本当だったんだわ。が必ずしも鳥獣のものであるとは断定で聞かれます。待ってください。この人形を見てください。あの被害者の証言によれば鳥獣はこの人形の首を燃えたと言います。もし谷間に鳥獣がいたとすると聖人とはどんな関係があるのかしら。僕には谷間に出たのは鳥獣ではなくて魔神出た聖人と同一のものであると思います。バカな、同じ時間に同じものは2カ所に出るわけはないじゃないか。どういうことだそれは。それは念力か分身術か、あるいは自分の影を空に投射したのではないかと思いますが。北斗隊員、我々タッグは科学的なんだよ。そんな念力かの分身術などという非科学的なことを言ってもらっては困るよ。タイさん、ロケット弾もタックスペースも聖人の体を突き抜けてしまったんですよ。しかし聖人は口から風を吐いた。あれは影なんかのできることでありませんよ。そういえばそうだな。そうなんだよ。我々の分析ではおそらく聖人の体の細胞と細胞の隙間がかなり大きく、ちょうど寒天のような状態ではないかと思われるんだ。そういう敵にはどんな攻撃方法があるのかな。心配ご無用、我々には細胞破壊銃があるよ。しかし北斗、タックは確信のないものに手出しができない。まして今のような非常事態にはなおさらのことだ。わかるな。聖人はエースを渡せと言ってきてるが、そんなことは我々タックにできることではない。我々は宇宙の侵略に対して戦うのが使命だ。この次聖人が現れたら必ず倒さなければならないのだ。みんなそれまでゆっくり息を養ってくれ。解散。大将、僕にも一言言わせてください。もしかして一人の人間が鳥獣に殺されたのかもしれません。人間の命は一つだけだとおっしゃったのは隊長ではありませんか。分かっている。しかし今はダメだ。分かりました。けれどこれだけは許してください。あの被害者の子供さんにこの人形を届けてあげたいんです。あ、待ちたまえ。私も一緒に行こう。あの運転手さんにタックは何もしてやれなかったからな。そんな壊れたのではなく新しいのを買ってあげよう。はい。君のお父さんにこれを渡してくれと頼まれたんだ。誕生日だったんだね。もっと早く長寿を見つけてればよかったんだ。許してくれ。タックなんてダメだよ。あんなエースを早く聖人に渡しちまえばいいんだ。そうすれば聖人もおとなしくなるのに。ヒロシちゃん、やめなさい。ごめんなさい。去年
母を亡くして今度は父まで。ヒロシは今混乱してるんです。あのエースを早く成人に渡しちまえばいいんだ。俺たちは今までずっと地球人のために戦ってきた。それなのに地球人はエースをもう必要としないのだろうか。はは、わかりました。伝えます。まだか。はい。これは大変なことになったぞ。どうしたんだ。みんな休めと言ってあるはずだぞ。隊長、それどころではありません。市民からエースを早く渡してしまえと電話がじゃんじゃんかかってくるんです。何？隊長、いっそのことエースを成人に渡してしまったらどうなんでしょうか。アモン、君たちはそれでもタックの隊員か。成人の作戦にうかうかと乗ってしまうとバカなのか。エースを渡したら次はどうなる。成人は地球を乗っ取るに決まっている。君たちにそれがわからないのか。我々は戦う、エースも戦うんだ。街に成人が現れました。とうとう来たな。よし、北と南はタックスペース。はい。私とミカは今度はファルコン乗る。はい。出動だ。隊長、隊長、我々は。君たちはここに残れ。そんな、我々も行かせてください。戦いぐらい何でもありませんよ。よし、山中は今度と一緒のスペースまで。吉村は私たちと一緒だ。はい。地球人に次ぐ、これが最後の通告だ。ウルトラマンエースを渡せ。今度は火炎地獄を見せてやる。総攻撃開始。細胞破壊ミサイル発射用意。はい。発射用意完了。準備完了。準備完了。発射。俺の攻撃を受けよう。このままでは今度こそタックは全滅してしまうぞ。ユーゴ、ウルトラマンエースは最後の最後まで人間の味方だということを見せてやるんだ。行くぞ。逃げたぞ。しかし、こないは俺たちで戦いより手はないぜ。Thank you.
残念だなエース、自分で自分の最後は見られないだろう。俺は貴様の最後をゆっくりと見せてもらうぞ。次はウルトラ4兄弟に死んでもらう番だ。ウルトラマンエースは死んだのか、ウルトラ5兄弟はもう我々の前に帰ってこないのか、キッポリと星人とタックの死闘、その時奇跡は起こったのだ。さあ来週もみんなで見よう。
そんなにこの動画が好きになったのか、地球人よ。ならばチャンネル登録をして、我々の活躍を共に見守ってほしい。ではまた会おう。